JR 広島駅の中央改札口に設置されたのは、縦1メートル20センチ、横3メートルのカープ応援メッセージコーナーです。マツダスタジアムでの地元開幕戦に合わせ、JR 西日本が設置しました。広島東洋カープにはですね、もう優勝、もうこれに向かって出発進行をしていただきたいと思ってます。通りがかった人は誰でも自由にメッセージを書き込むことができます。私自身もちょっと個人的にちょっとメンタルがやられて大変なんですけども、今日からみんなの力を背に受けて頑張っていただきたいと思っております。待望の今シーズン初勝利を願い、書き込む文字にも力が入ります。このメッセージボードは地元開幕3連戦のあさってまで JR 広島駅に設置されます。